ちゃん、プール行かない？プール？うん、近くに大きなプールがあるんだって。みんなで行こうよ。いいですね。プールか。夏たちにも声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。気持ちいいな。りんちゃん、こっちこっち。待って、今行くから。あって、くつろぐの早っ。おいと。したら負けよ。はあ、っ、はい、あ、もう。はあ、ジュビア、クレー様と一緒に泳ぎたかったです。あ、終わったらまた来ればいい。みんなで。それじゃ、明日から頑張らなきゃね。精一杯応援するよ。プレイ様のために。絶対優勝。残りの試合、勝って勝って勝ちまくろう。あー！遅くなってしまった。誰だ？ギルドに入ってたのか。ショウやウォーリーも同じギルドに？そうか、本当に会えて嬉しいぞ、ミリアーナ。元気そうで何よりだ。お前だって。それにしてもお前のとこのカグラというもの、本当に強いな。いつか手合わせ願いたいものだな。そうなのか。ずいぶん物騒な名前の刀だな。これは国防大臣殿。あれとは？一刻も早く試運転がしたくてですな。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいかと。それにあれはすでに完成しております。予算工面のための便宜ですよ。未完だというのは、あとは精霊魔導士がいれば。エクリプスは実用段階まで来ているのです。これより計画はフェーズ4プラン B に移行いたします。より確実に精霊魔導士を入手いたします。
あなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の事実。しかしここまで来たら止まれません。王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれるんです。世界を変える扉エクリプスの前では、一人の少女の命など実に安い。精霊魔導士が二人もいるのだ。止まれるものか。10の鍵を持つ少女と2の鍵を持つ少女、12の鍵が揃う。エクリプスは完全に起動する。ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ。大会は5日間、3日目の今日が折り返しね。首位には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲だ。一つずつ勝利を重ねていこう。はい、今日も頑張っていきましょう。妙に張り切ってんな。ゆうべ何かあったか？何にもないよ。みんなで優勝しようって誓っただけで。ね、ウェンディ。え、私に振るんですか？はい、昨日は何もありませんでした。ま、いいけど。よっしゃ、それじゃ闘技場に行くぞ。よし。そうだわ。ミラさん。あら。え？そうだな。よっしゃ、行っちゃいくか。カリューのでっかい血流のボスは、カリューのゴー、血流のボスは、行くぞ！
クスバーン、ガリーのエ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 クスバーン、ガリーのやってやる、ガリーのゴーン。よっしゃ、勝った。よし、よし。わあ。競技パートはギルド同盟戦？他のギルドとペアを組んで戦うみたい。私たちはラミアスケールと組んで、ブルーペガサスとマーメイドヒールと対戦することになります。ラミアスケールと？嫌な予感しかしねえ。ラミアスケールからは俺が出る。フェアリーテールは誰が出るんだ？来やがったか、グレイ。足を引っ張るなよ。この同盟戦とてジュビアの所属をめぐる戦いには変わりないのだからな。ジュビアは関係ねえだろうが。わあ、ジュビアのために争わないでください。ならば勝利に貢献した方がジュビアをもらうというのはどうだろうか。エルザ、何を言って。面白い、その話乗ったぞ。エルザ、負けたらどうするのよ。グレイは強い。それにジュビアの気持ちを考えるいい機会でもあるだろう。ジュビア。なんでお前と組まなきゃなんねんだ。それはこっちのセリフだ。いいか、足を引っ張るなよ。ちっ、偉そうにしやがって。お前の方こそ邪魔するんじゃねえぞ。初めてお目にかかります、カグラさん。お会いできて光栄です。こちらこそ、ブルーペガサスの一夜殿と組めるか。私に届くか。カグラさん、これを。あなたの魅力を引き出すパルファン。一夜殿、それは。なーに、遠慮などいらないさ。俊足のパルファン。アイスメイクカンパード、アイスメイクエイプリオン。何？メン、うん、ザンの方。アイスメイクフロア。
まずいわ。一気に行かないと。アイスメイク、イーブル。瞬速のパルファム。ザンのこと。アイスメイク、アイスゲイザー。くそ、やりにくいったらありゃしねえ。奇遇だな。俺もそう思っていたところだ。アイスメイク、コールドエクスタイバー。まずいわ、一気に行かないと。まずいわ、一気に行かないと。グレー様。何？アイスメイク、エイプ。メン。イチア殿。すまない。なんだと？紳士の全部タッコー。ザンの方。アイスメイク、コーンドエクスタイバー。あ、頑張って。よし。アイスメイク、エイプ。アイスメイク、カッパー。紳士の全部タッコー。抜かぬ太刀の方。アイスメイク、エイプ。アイスメイク、エイプ。アイスメイク、エイプ。ブリンガー。アイスメイク、行くぞ。アイスメイク、アイスメイク、終わりだ。アイスメイク、アイスゲイザー。よっしゃ、俺たちの勝利だ。やったな、リオン。ああ、グレイ、腕を上げたな。どうしたよ、こんなもんか。この私が負けるなど。君が悔やむ必要はない。全ての責任はこの私にある。かわいそうだけど、あれはさすがに相性悪かったかも。でもこっちはこっちで。俺の勝ちのようだな、グレイ。はあ？どう考えても俺のが上だったろ。何？お前の方がジュビアにふさわしいというのか。そうは言ってねえっつうの。それでどちらが勝ちなのでしょうか。どちらも勝利のために死力を尽くし、功をつつけがたい。ここは引き分けということでどうだろうか。なんだそりゃ。まあいいだろう。優勝した方がジュビアをいただく。その約束に変わりはない。知らねえよ、んな約束。結局こうなるのね。それでもグレー様がジュビアのために戦ってくれただけで嬉しいです。
やるな。